今日はですね、クロスバイクカスタム、走り見た目が変わるカスタムパーツ6000ということで、クロスバイクのですねカスタムについてお話をしていきたいと思います。おそらくですね、クロスバイクの走りが一番ですね変化するパーツだと思いますので、価格としてはですね300円から500円程度でできるものなので、ぜひですねこちらも合わせてチェックしてみてください。はい、スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車の勉強をしていきましょう。今日はですね、クロスバイクカスタム、走り見た目が変わるカスタムパーツ6000ということで、クロスバイクのですねカスタムについてお話をしていきたいと思います。以前からですねクロスバイクのカスタムについていろんなですねお問い合わせをいただいておりまして、ここ最近ですねちょっとロードバイクのお話がかなり多かったので、今回ですねクロスバイクのカスタムについてお話をしていきます。今年からですね、クロスバイクで通勤通学を始められた方もですね、多くなっていると思いますが、自分のですね、愛車をカスタムすることで、より快適に、より速く、そしてですね、見た目もかっこよく走ることができますので、ぜひですね、こちらの動画参考にしてみてください。まずはですね、クロスバイクのカスタムについて、自分自身がですね、考える、パーツチョイス6000ということで、6つのですね、パーツをチョイスさせていただきました。これはですね、走りに関して影響するものと、見た目が良くなるもの、ちょっとパーツで分かれているものがありますので、こちらをですね、合わせてチェックしてみてください。今回ですね、おおよそのパーツの代金も、アップしていきますので、ご予算内でですね、カスタムを楽しんでみてください。まずはですね、走りに影響するものとして、2つのパーツをご紹介します。まず1つ目はですね、タイヤです。クロスバイクのタイヤサイズは基本的に 28C から 35C の間のものが多くなっておりますが、いろんなクロスバイクについているタイヤを見ると、ワイヤービードと呼ばれているタイヤの中にですね、ワイヤーが入っているものが非常に多くなっております。ちょうどですねホイールのリムという部分に挟まるところがビードと呼ばれている部分なのですが、このビードはですね、ワイヤービードですと、重量がですね重くなってしまって、走りがですね若干重たくなります。このですねワイヤービードに対して走りが軽くなったりしなやかに走れるものがケブラービードと呼ばれているものなのですが、形状のですね違いとしましては、ワイヤービードが折りたたむことができないタイヤで、ケブラービードが折りたためるタイヤとなっております。使用しているコンパウンドの違いもあり、ケブラービードの方が走りも軽くグリップ力も強いので、しなやかにですね快適に走ることができますが、耐久性に関して言えばですね、ワイヤービードの方が強いものが多くなっております。価格はですねワイヤービードのものが1本2000円から3000円、ケブラービードの方が1本3500円から5000円ほどとなっております。メーカーによってはですね、タイヤにカラーリングがついているものも非常に多くなっておりますので、他のパーツとですね同じカラーリングでカスタムしてあげると見た目が良くなりますので、ぜひご注目ください。続きまして2つ目は少しですね高額になってしまいますが、ホイールとなります。完成車のですねロードバイク、クロスバイクにははじめに重いホイールがついていることが多くなっておりますので、この部分をアップグレードしてあげることで、別物の走りになります。ロードバイクとクロスバイクのホイールに関しては、リム幅と呼ばれているですねこの部分の幅が、異なりますので、チョイスするホイールのリム幅に対して、どのくらいのですねタイヤが取り付けられるかどうかをチェックする必要がありますが、今現在ですね発売されております、ロードホイールに関して言えばリム幅がですね少し太めのものが多くなっておりますので、大体のものがですね 28C のタイヤであれば、取り付けが可能となっていると思います。クロスバイクにつける、ホイールの予算的にはピンキリですが、大体ですね2万5000円から5万円ぐらいで、チョイスするといいでしょう。おそらくですね、クロスバイクの走りが一番ですね変化するパーツだと思いますので、走りを軽くしたい方はぜひホイールをチェックしてみてください。
3つ目のパーツはですね、走りにも影響して、見た目にも影響するパーツですね、ペダルになります。このペダルですが、ビンディングペダルと、フラットペダルがありまして、ビンディングペダルはですね、シューズとペダルがカチッとですね、一緒にくっつくタイプとなりますので、少し長めのサイクリングを楽しまれる方には、ビンディングペダルをおすすめさせていただいております。フラットペダルにもですね、これまたいろいろありまして、普通のペダルの形状と、ピンがついていてですね、足がずれにくいペダルがあります。クロスバイクのですね、カスタムを楽しまれているお客様の場合、カラーリングでですね、遊ぶ方が非常に多くなっておりますが、個人的におすすめさせていただいているペダルは、マウンテンバイクのですね、ネジピン式のペダルになります。こちらはですね、カラーリングでも遊べて足がずれにくいので、ペダリングもですね、非常にしやすくなると思います。価格はですね、これまたちょっとピンキリになりますが、おおよそ3000円から6000円ほどになります。他のパーツとともにですね、カラーリングで遊んでみましょう。4つ目はですね、ブレーキと変速関係です。こちらはですね、ちょっと一括りにさせていただきましたが、個人的におすすめさせていただいているのが V ブレーキアーチと、アウターワイヤーのカラーとなります。 V ブレーキ仕様のですね、クロスバイクを見るとブレーキアーチが島の製ではないものが多くなっておりまして、制動力や握り心地が悪いので、この部分をですね、島の製のブレーキアーチに交換してあげるだけで非常にですね、効きが良くなります。そしてですね、ブレーキと変速のアウターワイヤーに関してもいろんなカラーリングが出ております。油圧のですね、ディスクブレーキの場合は黒がメインになってしまいますが、変速のですね、アウターワイヤーは、カラーのものに変更できます。パーツの価格はですね、ブレーキアーチの、価格が前後でだいたい3000円ほど、アウターワイヤーの、カラーリングのものは、1500円から2000円と考えてもらえばいいと思います。これまたですね、各パーツのカラーチョイスと合わせて選択してみてください。5つ目はですね、グリップとバーエンドです。グリップはですね、結構いろんな形状のものやカラーリングのものが出ていたりしますが、個人的にクロスバイクでおすすめさせていただいている、グリップの形状はですね、このようなエルゴグリップと呼ばれている、形状のグリップとなります。このですね、グリップを握っていると、隙間があんまりないので、長時間握っていても疲れにくいのが特徴となっております。そして、バーエンドですね、ポジションを増やすためのバーエンドとなっておりますが、これがあるとですね、上りが楽になったり、疲労軽減にもつながります。グリップはですね、1500円から3000円ほど、バーエンドはですね、2000円から5000円となります。この2つのパーツもですね、カラーリングで遊ぶことができると思いますので、ぜひですね、いろんなものをチェックしてみてください。最後6つ目になります。こちらはですね、お買い得な価格でカスタムできます。アルミのバルブキャップとボトルゲージのネジになります。バルブキャップそのものはですね、本当はなくてもいいものなのですが、カラーリングでですね、カスタムされる方は非常に多くなっております。それと同様にですね、ボトルゲージの、ボルトの方も、他のパーツのカラーと合わせて、チョイスしてあげると見た目もですね、良くなります。価格としてはですね、300円から、500円程度でできるものなので、ぜひですね、こちらも合わせてチェックしてみてください。ということで、クロスバイクカスタム、走り見た目が変わるカスタムパーツ6000ということでお話をさせていただきました。今回のですね、カスタムパーツ6000ですが、お店でですね、交換される場合は今のですね、パーツ代金プラス作業料金がかかってきますので、こちらもですね、ショップの方と相談しながら、ご予算内でですね、アップグレードできるものをチョイスしてみてください。これからの冬にかけて、愛車をですね、メンテナンスに出される方も非常に多くなると思いますが、走りも良くなって見た目もかっこよくなりますので、ぜひですね、チャレンジしてみてください。ということで、またアップします。